もう終わったことだと何度も自分に言い聞かせた。しかし簡単には忘れられなかった。まだ塔にもなっていなかった頃、よく遊んだ河原の夢を見た。また昔の夢を見たよ。普通ですか？いくらかね。忘却処置をお受けになったら、今時受けていない方が珍しいですよ。踏ん切りがつかなくてね。幻覚罪規制法案はどうなっている？議会に提出はしましたが、却下されそうな雰囲気です。現在の我々にとって幻覚罪は必要不可欠、今以上の規制は不適当というのが大方の意見のようです。例の青年だが、なぜ私自らの取り調べを望んだのかな。わかりません。担当者の質問には答えようと思って、ただ長官に合わせるの一点張りです。ここです。どういうつもりなのかね。ありのままを話したい、ただそれだけです。担当者ではダメなのか。ぜひあなたに聞いてほしいのです。最近のコロニーの異変に君が関わっているそうだが。はい。2ヶ月前のことだ。もう12人目ですよ。今月に入って自殺者が12名、精神病患者も急増しています。今が大事な時だというのにな。立て直しの時代だ。大敗に浸っている場合ではない。地球の難民を受け入れて以来ろくなことがありませんな。保安部長、君は差別思想を持つようになったのかね。今コロニーが直面している問題は全て地球に、その原因がある。誰でも知っていることです。我々は団結してここを維持せねばならんのだ。他に行く場所などもない。ここしかないのだ。違うかね。予想の目が。一体何をしたんだ。幻覚剤を調合していました。副作用の少ないものを作ってくれと頼まれて。彼に会ったのは3ヶ月ほど前でした。本日の食用アルコール配給は終了いたしました。市民の皆さんはエネルギーの節約にご協力ください。当局を通さずに行われる幻覚剤の売買は禁じられています。薬をいじってたことがあるっていうのはあんたか。ところが予想もしていなかったものが出来上がりました。全く偶然の産物で、過去の楽しい記憶を呼び戻し、それを幻覚にして。いいぞ、これはいい。今のはまだ薄口だ。もっと強力なのが作れるか。幻覚のもっと生々しいやつが。手は作らないけど理屈の上ではできるはずだよ。これは大した発見だぞ。今コロニーの連中は夢に飢えている。特に古き良き日々が恋しくてしょうがないんだ。 F ブロックで何が入ってるか知ってるか。いや。地球のどうってことない街の写真をかき集めてるのさ。あそこには難民が多いからな。間違いなくこいつはウケるね。強力なのができ次第闇市場に出そう。飛ぶようにさばけました。自殺が相次ぐようになったのはそれからです。
無許可の幻覚剤製造は確かに罪だが、全てを君のせいにするのは早すぎる。そんな曖昧な理由で確信したんじゃない。しばらくして相棒も死にました。何回目かの例の薬をやった後、猛毒を飲んで、僕は原因を確かめたくて、それからもう一つ別の理由で薬を使ってみました。それまでは効果の上ものを一度やってみただけだった。別の理由とは何だね。僕はコロニーのマレじゃない。地球から。ええ、トワイライトウォーの終結直前にここへ。出なければ今ここにはいなかったでしょうね。1年前だな。君も難民の一人か。もう一度故郷を見たかった。もうどこにもない故郷。シャトゥーの収容人数には限りがある。大オフケース依然上昇中。断っておくが、シェルターの3分の2ではすでに汚染が広がっているのだ。一体汚染された人間をクローニーに送って。通してくれ、通してくれ。両親がいるんだ。閉鎖完了。つまり見捨てろとおっしゃるのですね。大オフケース依然上昇中。決定した。6時間後にエンジン着火。地球からだよ、聞くかね。生存確率ゼロ。繰り返す。生存確率ゼロ。トワイライトウォー終結。求めたものは魂の平安。しかし得られたものは。なんてことだ。ちゃんと忘却処置を受けたのに。初めて気がつきました。とんでもないことをしてしまった。残っていた薬も処方も全て焼きました。言うことはそれで全部かね。お願いがあるんですが、僕はこれからどうなるんですか。交流者のうち裁判にかけられる。破損地区に送ってもらえませんか。何だと。トワイライトウォーの煽りでコロニーの太陽熱量システム一部が破損し、今ここはエネルギー不足に悩んでいる。そしてそれは食料生産にも大きな影響を与えている。そうですね。あそこは危険だ。修理が進んでいないのもそのせいだ。分かっています。なぜ私を選んで話した。長官、あなたは少年時代をご両親の職業上の理由で世界各地の森林地帯で過ごされましたね。後に酸性雨対策委員会のメンバーとなり、アジア、ヨーロッパ、アメリカの自然を救おうとした。熱帯雨林の必要性を訴え、アマゾン保護計画を提案したのもあなただった。そして今は数少ない地球育ちのコロニー市民の一人だ。あなたになら僕の気持ちが分かってもらえると思った。時間だ。僕は破損地区へ行ける。努力しよう。ありがとう。たとえ望みが叶ったとして、彼は救われるのだろうか。いや、彼自身救われるとは思っていないのかもしれない。今度の事件を議会が知れば、現在の幻覚剤法を変えざるを得ないであろう。昔読んだ詩のことを思い出した。終わりの方は確かこうだった。この異郷の地で我らは願う。今一度返しておくれふるさとへ。返しておくれふるさとへ。